岡山の黒田純選手です。決勝はどんなレースをしていきますか？決勝は中国3人並ぶので自分の持ち味出せればと思ってます。ただ相手も結構、まあ、相当強いと思うんですけどもそうですね、まあ、相手強いんで、はい、しっかり頑張るだけです。最終日も精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。埼玉の池田隼人選手です。決勝はどんなレース考えてます？積極的に行きたいですね、はい、力勝負でいい感じいけたらいいですね。そうですね、まあ、外国人選手いるんで、まあ、負けないように。では最後にメッセージをお願いします。精一杯頑張りたいと思います。宮城の荻原直人選手です。決勝はどんなレースをしていきましょうか？考えずにですね、流れに乗って短期で見せ場が作れればいいかなと思います。はい、最後にメッセージお願いします。チャンスが少しでも来れば頑張ります。はい、応援してください。山口の内村泰造選手です。決勝どんなレースになりますか？ラインの黒田君、今日も頑張ってもらったので3番手固めてチャンスを伺いたいと思います。メッセージをお願いします。確定版というのが本音ですけども、優勝も狙って走りますのでご声援よろしくお願いします。オランダのマティエス・ブフリ選手です。調子の方はどんな感じなんでしょうか？本当に調子が良くなってきておりますので、最後までこの調子を続けていきたいと思っています。決勝戦はどんなレースをしていきましょう？ファンの皆さんの声援に応えたいですね。厳しいレースになるかと思いますが、全力を尽くして勝利に結びつけたいと思っております。ありがとうございました。ダンキュエル。ダンキュエル。愛媛の野村文嗣選手です。調子はどう見てらっしゃいますか？しっかり動けて決勝乗れてるんで悪くないと思います。決勝どんなレースになるんでしょうか？浜田さんと話し合ってブフリの後ろにしっかり追走したいと思います。優勝できるように頑張ります。応援してください。埼玉の武藤達夫選手です。ご自身では調子はどう見てらっしゃいますか？今日も踏み勝てたのでいいと思います。決勝どんなレースになりますか？同県の池田さんの後ろで頑張りたいと思います。明日も一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。岡山の立花成康選手です。調子はどう見てらっしゃいますか？もう連日展開の部分が大きいと思います。決勝どんなレースになりますか？黒田君がいるんでしっかりついていきたいと思います。2人で決めれるように頑張るんで応援よろしくお願いします。愛媛の浜田浩二選手です。で、今回決勝どんなレースしていきますか？ブフリー選手、野村選手の後ろで3番手で頑張ります。しっかり優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。いよいよ最終レースを迎えます。北海道の函館競輪場です。8月の終わり、夏の終わりの函館は昨日まではグレー一色で大いに盛り上がっていましたが、ナイター競輪の開催もそのグレーのライブとともに土曜日スタートしていまして、今日がラストになります。 A 級決勝もありまして、いよいよラストは11レース S 級決勝戦。勝ち上がった9選手が今スタート地点に向かってきています。注目はオランダのマティエス・ブフリ選手。予選から準決勝、この決勝と3日間期待に応えて優勝となるんでしょうか。日本勢もなんとか抵抗したい、その9選手が集まってきました。ではこの11レース S 級決勝対戦メンバーをご紹介いたします。1番岡山の黒田純、2番埼玉の池田隼人、3番宮城の荻原直人、4番山口の内村泰造、5番オランダのマティエス・ブフリ、6番愛媛の野村文嗣、7番埼玉の武藤達夫、8番岡山の立花成康、9番愛媛の浜田浩二、以上のメンバーの対戦です。ナイター F1 戦サンケイスポーツ杯の決勝、 S 級決勝を迎えています。距離は2025メートル、バンク5周回、先頭誘導員は杉浦浩一選手です。発送いたします。
決勝メンバー9選手がゆっくりと構えていきます。号砲が鳴りました。第11レース S 級決勝戦、今スタートです。まずは5番のマティエス・ブフリー、オランダのブフリーが前に出ていきます。その後から9番の浜田浩二、1番黒田純がいまして、6番車野村文嗣、その後からは7番武藤達夫が続いていまして、あとは2番の池田隼人、3番荻原直人、後ろからは4番内村泰造です。8番の立花成康が続いています。まずは1周目第4コーナー回っていく9選手、競争はこれから2周目に入っていきます。まずはまず前から5番のマティエス・ブフリが行きます。逃げてもまくっても非常に強いオランダのブフリ、力通り人気通りに今シリーズ完全優勝を決めていくでしょうか。その後ろ決勝戦6番車の野村文嗣軍が番手を回っていきます。愛媛109期生の野村、今季初の S 級戦初めて決勝に乗ってきました。3番手で9番の浜田浩二追走です。中段からが1番黒田純です。昨日はライン細切れ戦で後位3番手からまくりを決めた岡山の黒田、8番の立花成康が続いていきます。昨日3連単115万円という大波乱のレース、この立花が1着でした。残り3周回、4番の内村泰造がその3番手追走です。あと後ろからが2番池田隼人、まあここまでは正直言ってあまり良くないという感じのようですが、力的にはこのメンバーでも上位の足持っています。埼玉の池田、7番の武藤達夫がつけて埼玉勢は後方、あと最後方で3番荻原直人続いています。いろんな戦法で勝負できる選手ですが、この決勝は短期になるようです。ラインができたのは3つ、前からオランダのブフリが行きます。そしてまずは残り2周回、2番の池田隼人、埼玉勢が動いてきました。そこに乗っていこうという3番の荻原、一旦5番ブフリは下がりました。中段からが1番の黒田純、打賞前2コーナーを過ぎていきます。5番のマティエス・ブフリが大注目、人気になっていますが、日本勢が前に動いています。この決勝11レース S 級決勝ですが、さあ5番ブフリがもう発進してきましたが、前は今池田隼人、池田先頭、ただ残り1周回、一気に5番ブフリが前に出ていくのか。埼玉勢に迫ってきましたブフリ、2番池田隼人応戦しますが、もう前変わりました。5番ブフリが先頭、その後ろ懸命に6番車野村文嗣を追っていますが、ばらけている。先頭は5番のブフリ、最終バック先頭で通過、番手6番車野村文嗣食い下がっていますが、あと差が空いている。先頭は5番のマティエス・ブフリ、6番の野村が抜きに行って追ってきますが、特選コース先頭は突き放して、やはり強い5番ブフリが優勝5輪、オランダマティエス・ブフリ完全優勝です。6番野村文嗣食い下がって、こちらが2着準優勝でした。愛媛野村も食い下がってのワンツーです。ラインで決まったようです。やはり強かったオランダのマティエス・ブフリ、逃げて圧勝、野村も食い下がって抜きに行く動きもあったようですが、最後離されました。5番6番、3着は7番車武藤達夫、最後上がってきたようです。優勝はオランダの5番マティエス・ブフリ、3日間やはり強いレースで圧倒しました。6番車野村文嗣が初の S 級の決勝で食い下がりました。5番6番でゴール、その後が差が空いてしまいましたが、最後は7番車武藤達夫が上がってきています。第11レース S 級決勝が終了していますが、ゴール体制は5番6番7番ブフリ野村武藤の順で入ったようであります。この後の決定放送、もうしばらくお待ちください。サンケイスポーツ杯 F1 最終レース S 級決勝が終了しています。オランダの5番車マティエス・ブフリ、予選準決勝そして今日の決勝戦、3連勝での完全優勝となった模様です。さあ、まもなく決定の放送が入るかと思いますが、ブフリそしてマークした野村、別戦から武藤達夫が最後上がってきたようです。決定、1着5番マティエス・ブフリ、2着6番野村文嗣、3着7番武藤達夫。
サンケイスポーツ杯争奪戦を制しましたマティエス・ブフリ選手です。それではお話伺っていきたいと思います。人気に応えての完全優勝おめでとうございます。 You are completed the victory. Congratulations. Yeah, thank you very much. I'm very happy for Ping Ping Ping. どうもありがとうございます。どうも大変皆様方のご声援ありがとうございます。感謝しております。さあ今もブーリ選手答えてくださいましたが、不安の皆さんの声がしっかり届いてたようですが、今のレース本当すごかったです。ジャンよりしっかりと逃げ切りました。 So you did a perfect race on this race. How was your situations? Yeah, I'm very a little bit surprised again that I have so good condition, and yeah, I'm very very happy with it. First time in Hakodate and ping ping ping, very happy. まあ完全に良かったっていうわけではないんですが、ただ函館に来てモチベーションが非常に上がったということ、それはもう確かなので、まあそういったものが勝利につながったのではないかというふうに思っております。今回は函館ではナイター競輪でしたが。ナイター競輪走っての印象と、あとはデイレースとナイターレースではどちらが得意でしょうか。 So you did a night race on these times. How do you think about a night race or day race? Which is better for you? Well, this time I think it was very good for me because I just returned from my country, Holland. So I have a little bit, still I have the Holland rhythm. So now a night race was good.僕はやはりオランダ出身で、時差の関係上やはりナイターの方が自分に合ってるんじゃないかなと、そういう感じがいたしました。はい、函館ですが、函館ではイカが有名なんですけども食べましたか。 So 函館 is famous for the squid. Did you enjoy the squid already? Yeah, I had a sashimi. It was very oishii. Umai. もうすでにイカいただきまして、もう函館にイカ大変美味しかったんで、すごい感激しております。はい、それでは最後に、ファンの皆様にもう一言お願いできますか。 Did you have the message for the fan? They likes you very much. Well, yeah, I'm very happy to see so many people here. So thank you for that. Yeah, I tried my best this race and I will keep doing that. 頑張りました。よろしくお願いします。でまず皆様方のご声援本当にありがとうございました。またこれからもぜひよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。非常に嬉しいです。ブフリ選手本当にありがとうございました。おめでとうございました。大きな拍手を送りください。それでは表彰式に移ります。はじめに東京産経新聞産経スポーツ編集局長檜山淳様より賞状および副賞の贈呈です。お願いいたします。表彰状、優勝マティエス・ブフリ殿、あなたは函館競輪サンケイスポーツ杯争奪戦において当初の成績を収められましたので、ここに賞を贈り栄誉を称えます。平成30年8月27日産業経済新聞社執行役員サンケイスポーツ代表吉川達郎代読です。おめでとうございました。コングラチュレーション。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、函館競輪開催執務委員長林樹里より函館市の記念品贈呈です。コングラチュレーション。おめでとうございます。続きまして、函館競輪メイン PR キャラクターリンリンより花束の贈呈です。リンリンお願いいたします。おめでとうございます。
おめでとうございます。それでは写真撮影を行います。さあこの時間ですが、見事サンケイスポーツ杯 F1 戦、期待通り人気通り優勝を決めたマティエス・ブフリ選手、その表彰式の模様を ご紹介しています。リンリンとともに、そしてまた関係者とともにの表彰式の様子なんですが、しっかりと勝ち切って、まあ、ぜひまた来てほしいという感じですが、今年はこのバンクでの優勝はオランダの選手が2人目、テオボス選手5月に優勝、今回はこのマティエス・ブーリ選手が S 級優勝となりました。まあ、ぜひ強い外国人選手、またその参戦を期待したい中で、日本勢の奮闘もまた次回祭以降楽しみにしたいと思います。オランダ語ではおめでとうというのはヘフェルシテイルスというようですが、コングラチュレーション、クマというのはオランダ語で何て言うんでしょうか。その辺また勉強して、まあ、リンリンのこともより応援してもらえるように、ブーリ選手もおそらく、まあ、リンリンとともに、まあ、今後また会う機会があればという感じもするんですが、そういった祝福の様子があった表彰式です。